はい、こんばんは。こんばんは。NSU のミュージシャンで、今夜もお送りしてまいりたいと思います。まず、どうも、お願いしてまいりますよ。まずですね、なんかカバー曲っていうのは、なんかこう、ライブの中で、最初1曲目にやってしまうと、なんかあまりにも、意味を持たせてしまうから一曲目はオリジナルがいいんじゃないかっていうふうにミュージシャン友達にこう言われたことがあるんですね。ということはですよ、意味を持たせたいのであれば一曲目にやりましょうじゃありませんかというわけで、なんか気持ちの問題なんですが、この曲をカバーしてなかったら、ここに来れてなかっただろうなと僕自身は思ってます。知識の僕を救ってくれた、ブラッシュという人たちのタイムマシンというところですね。やります。宇宙の隅
うん。